いつもの毎新動画をご視聴いただきありがとうございます。本日はアマツマガッチ365日チャレンジ75日目を行ってまいります。ぜひよろしくお願いします。慣れました、もう普通にね、ソロスターターも慣れましたね。もう今日は BJ が来てほしい。BJ のいいところを今日は見たい。ヒロシ、もうこれ BJ 来ますね、これは確実に。ハイメンツでもいいかな。あ、これはもう BJ 待ったなし。いや、マジでこれ空気読めよ、BJ。あー、メルちゃん。BJ ね、多分当分来ないですね、これは。ちょっと前回いじりすぎたんで。まずはガラテヤさんが2発ほど麻痺かましていただいて、ユウくんがアイテムを使えば。あ、もう口だけ。ヒロシというか、ヒロシもサクヤも最近タメさんを全然見てない気がする。サボってるわ、自分の仕事をサボってるから。あんましこんなこと言いたくないけど、メルちゃんが来た時ってあんま光ってないイメージがあるんですね、これ。愛ゆえに。いやー、今日は BJ 来てほしかった。今日ね、BJ 来てればこれ、海面図プラスね、いいところを、ね、見ててもらえるチャンスだったんですが。流れは良くない。マジで良くないよ。いや、マジ、ヒロシが仕事せんのよな、最近ずっと。もう誰も今日仕事してないわ。ユウくんも立ってるだけ。で、マジでこの基盤で何回もアマツ読めるから、気持ちは落ち着いてますけど、これホールやったらね、マジでホールやったらこの瞬間まずね、離席ですね、これ。よし、これは第一停止で何も来なければ、はい、ガラス屋さんが邪魔をする。まあ、ここからユウくんのね、アイテムランブ始まるんで、結局はユウくんが毒投げナイフ投げてバリスタ使っちゃもうね、勝ちなんですよね。あ、いいぞ。あー、もうヒロシお前、うわー、もうレアエクを無駄にする。どうして追加でため1。うわー、もう全然、もう麻痺の蓄積もそこまでやし、メルちゃんの睡眠も蓄積できてないし、戦闘の蓄積も多分ないし、いや、マジでユウくんのアイテム次第。残り48ゲームでこのゲージはまあまあよ。
まあ、結果はね、最後の最後までわかりませんが、そう、こういうこと。ゆうくんが、なんとかしてくれます。多分。いや、でもこれはちょっとひどいな、さすがに。ここ最近で一番ひどいかもしれん。これ BJ のせいなんだよ。BJ をしてたらね、こんなことになってなかったんですよ。俺 BJ のせいなんですよね。ここにいなくても BJ は言われちゃうんですよ。まあ、まず一発目のマヒト。いや、これマジ、もう最大振り上げ取ってもいいんじゃない？もう最大振り上げ取って、ゆうくん爆弾使って、ヒロシ、サメさん2発。いや、マジで今日アイテム使おう。一個もアイテム使ってないや、まだ。いや、使ってるわ。ヒロシ、ナイス。ヒロシがあともう一発ね、貯めれば。ゆうくん爆弾使ってました、そういや。ヒロシ、やるね。溜めないヒロシはヒロシじゃないから。これでマジで戦えるぞ、これで。あとはユウくん。まあ、まずメルちゃん一発睡眠かまして、ユウくんがアイテムを使えば、もう全然戦えるっていうね。ここ先行玉で。あ、連携ね。いや、マジで爆弾しか使ってないやん、今日。まだ持ってるでしょ、先行玉とか。いや、でも、ヒロシ、あのため攻撃が有能ですね、あれは。通常時、もうこの、高速中じゃなくても、やってほしいんですけど、もう普通のベルで。いやー、でもこれはちょっと良くない。前半が良くなかったわ。こっから残り17ゲーム、ガラテヤさんが麻痺蓄積しまくって、デンジャーで麻痺。粘って粘って討伐。もうこれしかない。あー、まあワンチャン転倒とか。転、はい、ナイス。いや、でもこの弱地は先行玉でしょ。今飲むんじゃないやで、これは。欲しい。もう、キリン薬飲んでもアマツばっか攻撃するもん、これ。褒めとる場合かやで、これ。これ3人やね。うわー、マジか、もったいねえ、レアエク。もうレアエク今日マジでもったいない。無駄にしてるわ。これ先行玉でしょ、普通に。まずはメルちゃん帰ってきて、もうマジ粘って麻痺しかない。よし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 。よし、ナイス、これワンチャン麻痺しちゃう？うわ、マジか。よしよし、粘れ粘れ。よしよし、ワンチャンある、ワンチャンある。うわ、マジ？あと何発？あともう一発ぐらいじゃないの、これ。いや、もう耐えれるから、これ全然耐えれるんでね。いや、マジで、あと一発麻痺あったら間に合ってたし、もうもうソロスタートの時点で良くないし、BJ が来てれば勝ってましたということで、次回はしっかり勝利するために、BJ 呼んできます。ということで、この動画よろしければチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。もう次回はしっかりね、討伐して、ハギトリチャンシジも事故らせますので、ぜひご視聴していただけると嬉しいです。本日もご視聴、ありがとうございました。BJ なんだよな、マジで。